東京電力福島第一原子力発電所の進入道路です。11年前ここで事故が起こりました。今遠くに見えるあそこですね、クレーンが見えますけども、あの辺りが、第一原発の爆発現場です。その手前にはちょうどこの辺り、広大な敷地に汚染土などを剥いだと思われる、土壌を積んだ、その大きな集積場が広がっています。辺りは静まり返り、時折、大型の工事用車両が、行き交う程度です。遠くに見える事故現場は今もデブリの取り出しさえできず、現場をどういうふうに復旧するかも決まっていないありさまです。先ほどここから4キロほど離れた双葉町に行ってきました。役場と駅がありましたが、そこだけが新しくて帰還する住民はほとんどいません。事故から11年経って爪痕がなお残る中、岸田政権は原発 U ターンへと大きく舵を切りました。しかしこの現実をどうするのか、政府は一向にその未来を語っていません。ここは福島県双葉郡富岡町。国道を走っていると商業施設が目につきますが、人の気配はありません。12年前からそのまま残された建物は廃墟となり、時が止まったままです。道路には線量計があり、放射線量を映し出しています。国道脇にも汚染土が積まれていました。ほとんどが中間貯蔵施設へ運ばれたようですが、ところどころにこうしてまだ残っています。ここ桜通りは昨年立ち入り規制が解除され、4月1日に避難指示が解除されるそうですが、廃墟となった住宅を取り壊した後に更地や売り地となっている空き地が目立ちます。ここにはたくさんの人が住み、それぞれの日常があったはずですが、12年前の地震と原発事故により、今は寂しい風景が続いています。帰還困難区域はところどころにありました。インタビューさせていただく北村さんの自宅へ向かってみましたが、ここはもう帰宅困難区域ですか？ここから先帰還困難区域で、ここから先許可証がない車は入れません。あ、許可証がないと入れない。はい、今も帰還困難区域にあるため立ち入ることはできませんでした。双葉町へと向かいます。昨年8月にようやく一部地域が避難指示解除となった双葉町。しかし今町で暮らしているのは以前の人口の 1% ほどです。双葉町にはとても立派で綺麗な駅舎が、しかし駅の隣には廃墟、駅前には役場があり、そこに人はいますが、周囲は閑散としています。近くを歩いても廃墟が続き、原発事故の現実を物語っているようです。人が戻らず廃墟が続く一方で、駅の周辺は復興事業として大きな土木事業が行われています。ここは広い公園ができる予定です。福島県復興記念公園、整備にあたる工事関係者の姿がありました。公園のそばには東日本大震災原子力災害伝承館が、津波によって何もなくなってしまった場所に綺麗で立派な伝承館が建てられています。中を見ました。
事故の記憶を風化させてはいけないという狙いで作られた施設です。しかし、まあ、綺麗なんですけども、一体どうしてこんな事故が起きてこんなことになったのか、そうした一番大事なことに詰めあるという姿勢がちょっと薄いように感じられました。伝承館にはかつての双葉町に掲げられていた看板のレプリカがありました。看板は4種類。こんな感じだよね、この有名な兵庫の看板も老朽化という名目のもと今は撤去されてしまい、当時の町並みの面影はありません。